ガガンボは、創イ木、カクア木、ガガンボ科に属する昆虫の一分類群である。世界中に分布する昆虫であり、日本でもかなりの数の種類を目にすることができる。成虫の形態は蚊を一回り大きくしたような感じの種類が多い。ただし、蚊と違い人を刺したり吸血したりすることはない。また体も貧弱で、死骸もつつけばすぐバラバラになってしまう。 飛行速度についても決して敏速ではないが、人口密度の高い地域では身を守るため機敏な場合がある。とはいえ、実際はあまり強い虫ではない。光に誘われる性質が強いため、夜間は屋内に入ってくることもある。製造工場などでは、混入異物となる危険性がある。完全変態であり、幼虫は、土中や水中で生活する。土の中で植物の根を食べるため、 害虫にもなりうる。例として、キリウジガガンボが、稲の根を食べることが挙げられる。また、新鮮な植物だけでなく、死んだ植物も栄養源としている。成虫は主に花の蜜を主食とし、寿命は10日ほどである。日本各地で様々な地方名があり、成虫に対してはカトンボ、アシナガトンボ、カゲロウ、ショウジハリなど、幼虫に対しては、 稲ネの根切り虫などと呼ばれることもある。幼虫は、寄生梅類などに寄生されることもある。寄生菌では、高花菌の2種が確認され、サナギの天敵としては、当中なつくさとなる、寄生菌の報告がある。その他、鳥類、スズメバチ、カマキリなど、日本各地に生息している。キリウジガガンボや、ミカドガガンボは、本州、四国、九州などに広く生息し、 また別校が願望などは日本全国に生息している。周囲の自然が綺麗な場合、公園や河原など市街地でも見ることができる。ありがとうございます。